楽しさマックスの娯楽情報番組 Go West、 旅をテーマに毎週いろいろな娯楽情報をお伝えします。今週の Go West はミシッピ川にやってきました。題して秋のミシッピ川沿岸ザ・グレート・リバー・ロードパート4、このシリーズ最終回です。ミシッピ川といえばアメリカで一番長い川として有名ですね。全体の長さは6000キロ、日本で最も長い信濃川のなんと15倍以上の長さを誇ります。今回はミシッピリバーカントリー USA の協力のもと、ミシッピ川流域に広がる街並みと沿岸のアクティビティを取材してきました。訪問したのはミネソタ州、ウィスコンシン州、イリノイ州の3つの州。訪問各地の観光局の方々に案内していただきながら、1週間の滞在と撮影に相なりました。さあ、どんなアクティビティや風景が待ち受けているのでしょうか。ミシッピリバーカントリーの見どころをたくさんご紹介していきましょう。さて、ではまず今までのおさらいです。今回の取材はミネソタ州のツインシティから始めてモールオブアメリカ、ミシッピ川のウォーターアクティビティ、ボートハウス巡り、マウンテンバイクとハイキング、そしてノースクルーデンネイチャー&ヘリテージセンター、釣り人の見学、ガリーナでのジップラインとトロリーツアーなど盛りだくさんでした。今回のザ・グレート・リバー・ロード6日目午後5時、いよいよファイナルディスティネーションのシカゴに入ってきました。チェックインしたのはダウンタウンの最も栄えたロケーションにそびえ立つラグジュアリークラスのホテル JW マリオットです。ハイクラスのホテルかどうかの決め手はターンダウンサービスでしょうか。やはりディナーから戻った時に再度ベッドメイキングしてあり、しかもナイトバージョンになっていたら感激しませんか。ちょっとしたおつまみが置いてあったりしたら飛び上がるくらい嬉しいですよね。そんなことを全部叶えてくれるホテルがこちらのホテルなんです。そしてディナーはホテル2階のイタリアンレストランフローレンタインに向かいます。最終地点に到着した安堵感から思わず乾杯の音頭が取られていました。お疲れ様でした。では美味しいワインとお料理の数々をいただきましょう。ディナーの後は100階建ての超高層ビルジョン・ハンコックセンターに行ってみましょう。目的は94階にある展望台360シカゴです。アメリカ有数の大都会の夜景をティルトというアトラクションで楽しみたいと思います。ティルトとは文字通り傾くということ。何が傾くんでしょうか。
今回のザ・グレート・リバー・ロード、いよいよ最終日の7日目を迎えました。シカゴで目覚めた遅めの朝はゴスペルブランチなんていかがでしょう。そうです、ここは世界的に有名なあのハウス・オブ・ブルース発祥の地なのです。まずは食べ物と飲み物を各自取りに行き、所定のテーブルに着きます。イリノイ州でのコーディネータージョンさんは時間を気にしています。なんとか11時15分出発の船に間に合いました。さあ、今度は遊覧船に乗ってシカゴダウンタウンの建築物を巡るツアーです。近代建築のふるさととも言えるシカゴダウンタウン、世界的に有名な40以上のビルの数々をシカゴリバーから眺めるこのツアーは圧巻です。ランチはこちらでいただきましょう。ピザ屋さんと聞いて一般的なピザを想像して入ると大変なことになりますよ。
その名はジョルダノスピザ。アメリカ国内に64店舗展開しているそうです。夜はシカゴ市内を回るビッグバスナイトツアーに乗った後、この度最後のディナーに向かったのはリバークラブハウス。最後の晩餐会にふさわしいハイクラスのシーフードレストランです。取材と撮影を終えたメディアグループは、1週間の取材をどんな形でジャパンマーケットにシェアするのでしょうか。もしかしてまだ仕事中ですか？
ミシッピ川流域の各地はそれぞれ個性があって、アメリカの歴史を紐解くには最もふさわしいところだと言えましょう。ニューヨークやロサンゼルスなどの大都会では味わえない本当のアメリカを発見しに、あなたもぜひいらしてください。来週から九州の宿25選、食と温泉を極める旅をお送りします。全7県の泊まってみたい宿を厳選して取材、もちろんお食事と温泉付きです。お楽しみに。